く言葉にできないけども、ありがとうさんです。ばあちゃんはどうやって歌手になったんかね。あたしもなりたいべさ。頑張ったらきっと誰かが見つけてくれる？はやー、そうなんだね。したっけ、あたし。もっとお歌の練習するよ。ばあちゃん、教えてね。私の全部をこの歌に乗せるから、どうか聴いてください。あああ、プロデューサー、お疲れさんです。すごくいいと思うよ。衣装がめんこいから私までめんこくなった気分だべさ。すごいね、衣装って。プロデューサー、もうちょっとだけ試着しててもいいかな。実はね、衣装を載せたブログを地元の友達が見てくれて電話してくれたんだわ。そうだよ、私の雰囲気にぴったりだってたくさん褒めてくれてね。こんな衣装私にはもったいないかもって思ってたんだけど、でもプロデューサーが用意してくれたんだから信じようって思えたんだわ。そうなんだ、たまに連絡をくれるんだよ。仕事がうまくいかなくて落ち込んだ時とか、ちょっこし寂しい時とか電話くれてね。なんでもない話をたくさんするんだよ。そうすると元気になれるんだわ。そうだろうか。それなら嬉しいな。あのね、プロデューサー、こんな素敵な衣装本当にありがとうね。友達に嬉しいこといっぱい話せたから。そうだね、この衣装で一生懸命歌うから、プロデューサーも聞いててね。プロデューサー、お疲れさんです。あたしちゃんと歌えてたかね。失敗はしなかったと思うんだけども、それならよかったよ。そっか、あたしちゃんとできたんだね。もしかしたら
このステージにばあちゃんも立ったのかもって思ったもんだから。うん、ばあちゃんね、歌手だったんだわ。小さい頃からいろんな話を聞かせてくれたよ。ばあちゃんの声すっごく綺麗でね、私も真似していっぱい歌ったもんだよ。うん、歌手はもう引退してしまったけど、ばあちゃんは今でもなんまらかっこいいさ。本当に本当に優しい人でね、みんなをいつも笑顔にしてくれるんだわ。プロデューサー、あたしもなれっかな、ばあちゃんみたいなかっこいい人に。必死だっただけだと思うんだけど。プロデューサー、うん、うん、そうだね、本当にそうだわ。ありがとね、プロデューサー。あたし、なんばら嬉しいべさ。あたし、もっと頑張って、うんとかっこよくなるから。これからも、見ててね。